さてと、おーおーおお。はい、どうもこんばんは、かずチャンネルのかずでございます。皆さんも今のようなことをございませんでしょうか。まあこちら原因はね、すごい簡単でございます。まあこちら脚立なんですけども、ただ単にですね、ほらこんな感じでガタガタなんでございますね。これ外仕事とかだとよくあるよね。まあそこでそんな時どうすんのかというと、対処は簡単でございます。この斜めになってる分ですね、まあなんだかんだこうやって石を詰めたりするだけ。ただですね、今の方法はまず適当だしさ、あとね、場所移動がね多かったら結構めんどくさいわけ。というわけで本日はですね、奥様じゃねえか、旦那様、面白い商品見つけてきました。はい、というわけで見つけてきましたがですね、じゃんと、はい、こちらとなります。はい、これですね、まあ普通の脚立だと思うでしょ。な、実際使ってみましょう。な、地面がガタガタなこちらの方に配置いたします。ポイント。ほんで今のこの状態はですね、まだですね、このようなガタガタなんでございます。ただね、ここですよ、奥さん。今ですね、この浮いた分あるでしょ、この浮いた分。それがなんとですね、いくよ。すごいでしょ。たったこれだけで、ほら、なんと、こう乗っても、ガタつきません。こちらですね、どうなっているのかというと、でございますね、実はこの足がですね、なんと、ほら。こんな感じで伸び縮みするんですね。しかもこれがですね、4本全て伸び縮みするんでございます。で、結構これ長いんだよな、特徴としてはね。無駄にボッシュで測ってみようか。レーザーのやつね。長さはですね、こっからここだから、いくよ。ここら辺だな。せーの、ぷい。見えるかな、これ36、大体35センチだろうな。35センチ伸びるみたいでございます。今回はですね、もうこの小屋を改装するにあたってこれを使ってたんですけども、すごい助かった。もうこれ一つあるだけでですね、かなり安全にですよ。何が大切かというと、まあ、効率もそうなんですけども、安全に作業ができるようになりました。ほんでこれまたポイントといたしましてはですね、見えてるかな、これね、裏側、この足の裏側の方にですね、ボタンがあって、これでですね、短くしたり長くしたりするんですけども、まあいろいろですね、作業中は、まあ、両手塞がってたりするでしょ。いきますよ。ここをですね、伸ばしたいっていう時は、なんとですね、多分推奨された使い方ではないかもしれませんが、この裏にですね、足をペッとやるだけで、こう。そうです。両手を使わなくてもできるんでございますね。ただですね、こちら、デメリット2つございます。まずですね、重たい。多分ね、今回のやつと、昔からやつ、2つ比べると、多分ね、1.5 倍ぐらい重たいと思います。やっぱ理由といたしましてはですね、こちらの方に、なんかね、足が格納されてるからでございましょう。あともう一つはですね、価格が通常のものの倍ぐらいの値段します。この小さいやつでもですね、価格が12,000円しますね。ただですね、結構評価は高いということなので、もしですね、ご興味ございましたら、下の概要欄にですね、こちら購入ページリンクを貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。多分ですね、外仕事、地面がですね、斜めとかなる外仕事の時に便利でございます。以上ですね、伸び縮み自由な脚立のご紹介でございました。